皆さんこんにちは、伊藤由紀です。この度、ですね、IF デザインアワード2018、国際インダストリーフォーラムデザインアワードっていうのがドイツのミュンヘンで、行われまして、世界で最も、歴史があって、あと権威も非常に高いという、まあ、そういうデザインアワードなんですけれども、今回、私伊藤由紀とですね、メガバス株式会社が、ダブル受賞いたしまして、ルアーで、こちらの IF デザインアワードを受賞したというのは世界初のことになるんですけれども、まあ、こちらですね、ワンテンシリーズです。でこのワンテン X シリーズ、この中に、搭載されているのが、こちらのですね、見えますかね、リニアベアリングオシレーター、セカンドタイプ、まあ、通称ですね LBO2 と言われている、まあ、画期的な瞬間重心移動システムなんですけれども、こちらがですね、世界的にも非常に高い評価を受けることができまして、この度世界初の、IF デザインアワード、ルアーによる受賞ということになりました。せっかくですので、こちらの LBO2 のですね、原理をですね、こちらの模型を使ってちょっと皆さんにご説明しようと思いまして、このシャフトウェイトにですね、中にですね、マイクロボールベアリングが、これワンループ、こう見ますとツーループ、スリーループという配列になってるんですが、このワンループの中にですね、なんとこちらの小さなですね、マイクロボールが17個搭載されております。まあ、それが3ループになるものですから、合計でですね、なんと51個のベアリング体がですね、こちらのシャフトウェイトの中に内蔵されていると。ですのでこれはですね、瞬間的な重心移動が可能になります。こんな感じですね。まあ、これ模型だもんですから、ちょっとこう、なんていうんですか、もっさりした動きに見えるかもしれませんが、実際はですね、ルアーに搭載されているサイズは本当にこの程度のちっちゃなものですので、直径がわずか本当に5ミリちょっとしかないような、もう細軸状の、高比重シャフトウェイトの中に、まあ、こんなちっちゃなですね、ボールベアリングが内蔵されているものですから、もう本当にこうスムースにですね、スコスコこう稼働してしまうと。こちらのルアーをポンと投げた時に、重心がですね、分かりますかね、この重心がキャストする時にボーンと瞬間的にバックすると、その時にですね、まあ、かなり瞬間移動するってことは、慣性が伴うものですから、その慣性の、ベクトルとですね、あと本当に低摩擦抵抗で瞬間的に重心が移動してしまうので、まあ、進行方向に瞬時に重心が移動していると。それと、まあ、例の慣性ですよね、バーンとこう移動する、それが相まってですね、ものすごい直進的な、推進力を、まあ、いわゆる投げた進行方向に対してですね、発揮されるものですから、まあ、強大なベクトルになってめちゃくちゃよく飛ぶということになります。で着水してですね、今度これラインピュッとこう引っ張った瞬間に、今こんな感じですね、一瞬なんですけれども、引っ張った瞬間にこんな感じで、おそらくですね、これリールハンドルに手をかけてラインテンションがスッとこう張った瞬間、まあ、その瞬間にもうすでに重心はですね、本来アクションをするポジションに復帰しているものですから、もうその場で、瞬時にもアクションが始動すると。ですので泳ぎ始めのですね、タイムラグっていうのが、従来の丸い束を内蔵した球形重心よりもですね、圧倒的にこちらの LBO2 を搭載したルアーの方がですね、タイムラグなく一瞬にして泳ぎ始めることができると。まあ、つまり着水地点の今まで魚っていうのはですね、重心丸い球がこう復帰するまで、それがちゃんとしっかりこうポジションが、泳ぐ位置にですね、収まるまでは若干ルアーっていうのはピッチが出てなかったり、あるいは始動してなかったりってことがあったんで、着水付近の魚っていうのはなかなかそのバイトにもしかするとあまり至ってなかったのかなと。結構それが巻いてしっかり泳ぎ始めてから、まあ魚に訴求力が、まあ、魚への訴求力が発揮されて、まあ、釣れるというふうになってたのが、これからはですね、着水して、ラインテンションを張った瞬間にもう重心が復帰しているものですから、
そこからもういきなり泳いでます。着水付近の魚っていうのがめちゃくちゃよく釣れるという、まあそういう飛距離だけではなくてですね、実際の釣果もアップするような、まあ、そういう画期的なシステムなんですけれども、まあ、こちらまずワンテンの方に搭載されてですね、いよいよ IF のレッドカーペット、まあ、世界で初めて、ルアーとしてですね、受賞して、レッドカーペットを歩いた、まあ、本当に歴史的なルアーになるわけなんですけれども、まあ、どうせですのでこちらの LBO2 のシステムをですね、まあ、いろんなルアーに今後波及させていきたい、搭載していきたいというふうに考えています。こうご期待ください。